本日のゲストは現在日本で地下アイドルとして活動中の鷲山香菜。もうアイドルは諦めてダンスの先生一本で行こうと思う。インドで行われるイベントのため単身インドへやってきた。今回はそんな彼女のインド遠征に密着した。5月某日、日本からの8時間のフライトを経て、彼女はインド・ベンガルールにある国際空港に到着した。こんにちは。こんにちは。旅はご苦労様。お疲れ様です。はじめまして。よろしくお願いします。よかった。初めての海外公演で緊張し、機内で一睡もできなかったようだ。インド初めてですよね。初めてです。どうですか、初めてインド、バンガロールに上陸した今の気持ちは。嬉しい。ずっとあれ見てました。飛行機で成田からバンガロールに飛行機が移動するのを見て、あとちょっとで着くと思ってたんで嬉しいです。今回彼女が降り立ったのはインド南部にあるバンガロール。標高は920メートルに位置し、インド第3の人口を誇り、ハイテク産業の中心地として有名な都市である。狭いのかと、なんか広大な感じすごいするけど、こう人がいっぱいいるから密集、いろんなものが密集してるのかなって思ったんですけど、そんなことなく、めちゃくちゃ快適そうで、いやっていうのも多分私今あの RRR 見てきたからそのイメージなだけだと思う。なんか砂漠みたいなとこかと思ったら全然違かった。私英語が全く喋れないので、あの映像を作ったりとか、いろいろこうダンスを新しく考えたりとか、普段のライブとは全く違う準備が結構あったので、タイトスケジュールでしたね。飛行機の中でも英語の練習をまだしてるんですよ。明日の練習をまだしてる、終わってないのでタイトです。仕事で、サウジアラビアに行ったんですけど、その時になんかずっと日本でライブをしてるんですけど、海外で、いろんな人にもっと触れてみたいなとか、そのなんだろう、アイドルっていうのもいろんな人にこう日本の文化として知ってほしいなみたいなのを思って、そういうのを披露できる場所が日本以外でないかなっていう風に。でいろいろ探したりとか、知り合いの方に声かけてみたりとかしてたら、奇跡的にインドで日本の文化を広める日本の文化を知ろうみたいなイベントが今回開催されるということで、もう速攻で行かせてくださいと言って来ました。緊張してきた。緊張してきました。なんかその世界人に見てほしくてっていう気持ちがめちゃくちゃ強いから、興味持ってくれてるの超嬉しくって、あの気合い入れて、あのちょっとラミネートしたあの写真と
ってきたんでめちゃくちゃ配りたいと思って。私あの結構昨日とかうなされ夢でうなされてて、なんかめちゃくちゃ盛り上げようとしたけどすごいシーンみたいな夢とか見てたからちょっと不安なんですけど頑張ります。今回彼女が参加するのはジャパンハッパ。パンデミックを経て3年ぶりの開催となる今年は当日券がなくなるほどの大盛況。来場者数約6000人を誇るインド最大の日印交流イベントだ。インド人も多いし、すごい活気が溢れてて楽しいです。すごいね。さっきステージ見たじゃん、はい、どうだったステージか。めっちゃ大きくて、予想より大きくて広いし、結構どの角度からも見えるみたいな感じだったので緊張するんですけど楽しみです。本番2時間前パフォーマンスを控えた彼女はステージ衣装の準備に取り掛かる。しかし彼女を悲劇が襲う。やらかしました。髪飾りを置いてきてしまいました。やばい、どうしよう。トイレ帰りたい帰るかな帰れたら帰りたいです。衣装の重要アイテムである髪飾りをホテルへ忘れてしまったのだ。Already you go up? Yes, no? Yes, ah, okay, sorry. So, I forgot the item. Yeah. So, can I go back soon? Okay. I will go soon. Thank you.本番1時間前となり、彼女の顔にも緊張が見え始めた。はい、ではあと20分ぐらいですかね、はい、舞台袖に控えているところです。今どうでしょう、ここまで来て。はい、今日はですね、めちゃくちゃ緊張してたんですけど、来たらお客さんが満員でめちゃくちゃいっぱいいて、皆さんすごい写真撮ってとか優しく話しかけてくれたので、ちょっと緊張は変わらずですけど楽しみがめっちゃ勝ってきたので、インドをぶち上げてもうメイクさんの味って感じで頑張りたいと思います。
本番5分前、会場は立ち見客が出るほどの超満員だった。そしてついに彼女の公演が始まる。アイドルはいつぐらいから始めたんですか？アイドルは、もともとアイドルになりたくって、幼稚園とかからアイドルに憧れてたんですけど、なんか自分がなるっていうイメージがあんまり自分にはなれないものだと思ってたので、アイドルの人とお仕事するにはどうしたらいいのかなと思って、ダンスの先生になって、で実際いろんなアイドルさんとお仕事をしたんですけど、見てたらやっぱやりたいなって思っちゃって、5年前に始めました。今ソロになって3年目なんですけど、だんだん行ける遠征先とかライブハウスの大きさとかも大きくなったり遠くなったりこうしてきて、いろんなところで行けるようになってきて、今日はなんとインドに ここでさらなる試練が彼女を襲う。ムービー、ムービー、オーマイガー、トラブル、トラブル、トラブル。本来流れる動画が止まってしまったのだ。皆さんこんにちは。音楽
しかし数多くのステージを経験した彼女は会場を沸かせた。ありがとう。皆さん日本は好きですか？すごい。日本語めっちゃわかりますね。すごい。すごい。ナルト好きな人。Thank you.
The dance was very peaceful, but when she interacts with the audience, it's very interactive. Then the audience responded to her very well. It was a fun show to watch. Okay. How was it? Is it first time to see that idol performance? Yeah. Oh, okay. Very nice. Yeah. Very nice. Very cute. We've never seen that kind of performance in India. We hope she comes. Yeah. Come again. Yeah. Okay. こうして彼女の初のインド公演は大成功で幕を閉じた。これからも彼女にしかできないパフォーマンスでステージに立ち続けるであろう。今後もチャロブラザーズはインドで活躍する挑戦者を追う。